それではお時間になりましたので始めていきたいと思います。AWS Blackbelt Online セミナーをご視聴いただきありがとうございます。本日の Blackbelt Online セミナーは Amazon MQ をご紹介します。よろしくお願いします。まず簡単に自己紹介させていただきます。私は石井陽介と申します。インダストリーソリューション部のソリューションアーキテクトで 普段は金融業界のお客様を中心にお客様の AWS 利用に関する技術支援を行っております好きなサービスは本日ご紹介する AmazonMQ をはじめとする複雑になりがちなアプリケーション関連系の課題解決を支援してくれるサービスですブラックベルトオンラインセミナーについて簡単にご紹介しますサービス別 ソリューション別、業種別、それぞれのテーマに分かれて Amazon Web Service Japan 株式会社が主催するオンラインセミナーシリーズです。ライブでご覧いただいている皆様は、お手元の画面にこちらのような吹き出しが表示されているかと思いますが、こちらから質問をお送りいただくことができるようになっております。書き込まれたご質問は主催者側にしか見えません。また 今後のロードマップに関するご質問にはお答えできませんのでどうぞご了承くださいなお本日お寄せいただいたご質問で誤解と可能なものについては個人や企業を特定するような情報を除いた上で後日ブログにて回答させていただきます続いて内容についてのご注意点です本資料では本日 2019年7月3日時点のサービス内容及び価格についてご説明しています。最新の情報は AWS 公式ウェブサイトにてご確認ください。また、資料作成には十分注意しておりますが、万が一資料内の価格や内容と公式サイトの記載に相違があった場合、公式ウェブサイトの記述を優先とさせていただきます。 本日のアジェンダです。Amazon MQ は2017年11月にローンチされたサービスで、ブラックベルトオンラインセミナーで取り上げられるのは今回が初となります。現在、東京リージョンでもご利用いただくことが可能です。それでは始めてまいりましょう。まずは Amazon MQ のご説明の前に、一般的な概念としてのメッセージングについてご紹介します。 メッセージングは多様な業種の多岐にわたるアプリケーションを支える概念です。例えば、小売業のお客様では、オーダー処理のためのシステムで、受注情報の確実な処理を目的として導入されています。Web フロントエンドとバックエンドの間にメッセージングを適用し、非同期化することで、顧客がシステムを利用する際にバックエンドの応答を都度待つ必要がなくなります。また、 在庫管理と請求管理を接続、購入履歴データをマーケティングシステムへ伝送するなどの用途にも利用されています。メッセージングが最も広く適用されているユースケースの一つが金融アプリケーションです。銀行や取引事業者はメッセージングシステムを利用して金融トランザクションを処理することで、データの欠損を予防し追跡性を維持しています。 さらにメッセージングシステムは社外の第三者との通信にも利用されます。メディアの事業者もまたメッセージングを利用しています。メディアの変換やドキュメントの公開などのデータ処理パイプラインはメッセージングの上に構築されます。負荷や要求時間のもと異なる多くのステップを通じて必要な処理が確実に実行されることを保証できます。 メッセージングを利用することで、ファイルのリフォーマットや変換、画像認識、翻訳などのプロセスを相互に分離することが可能です。メッセージングの歴史はコンピューターの歴史と同じぐらい古く、大多数の企業ではすでに何かしらのメッセージングシステムが導入されています。メッセージングを利用することで、異なる場所で実行された異なるプラットフォーム上の 異なる言語で開発された個別のソフトウェアシステム同士が通信し、情報を交換することが可能になります。計算ノードやストレージと同様に、メッセージングはエンタープライズシステムの基礎的な構成要素と言えるでしょう。こちらの図では、メッセージング指向ミドルウェア、またはメッセージブローカーがオーダーし管理フロントエンドからバックエンド、在庫管理、 さらには CRM システムと連携するために利用される様子を表しています。メッセージング指向ミドルウェアの例としては、IBM MQ、t i b c o EMS、Oracle Web Logic、さらには Active MQ や Rabbit MQ のようなオープンソースソフトウェアが存在します。Amazon SQS や Amazon SNS といった AWS のこれまでのメッセージングサービスは、 クラウドネイティブなアプリケーションをターゲットにしており、オンプレミスのレガシーアプリケーションと連携するためにデザインされていたわけではありませんでした。これによって、シンプルでかつ限りないスケーラビリティを実現していたものになります。しかし、既存のシステムからこれらのサービスを利用するためには、アプリケーションのコードに対して多くの修正が必要になる可能性がありました。 メッセージ指向ミドルウェアは通常メッセージブローカーを内包します。メッセージブローカーはソフトウェアコンポーネントやアプリケーション間での情報連達を容易にします。メッセージブローカーがコンポーネント間の通信を仲介することで結合度が低下し、各コンポーネントは対抗コンポーネントについて多くを意識する必要がなくなります。また、メッセージブローカーは 投入されたデータをバッファリングし、コンポーネント間で稼働の独立性向上を支援します。各コンポーネントは投入元のコンポーネントに制約されることなく、自らに到達するデータを最も効率よく処理できるよう、スケールしたり、データをバルクで処理したりすることが可能になります。このことからメッセージブローカーは処理量の多いユースケースにおいて重要な要素ということができるでしょう。 Amazon MQ はこれら既存のオンプレミスのシステムを含む環境下におけるメッセージングのニーズへ対応するサービスです。続いて Amazon MQ の概要をご紹介します。Amazon MQ は AWS 上でご利用いただけるマネージドなメッセージブローカーサービスです。 メッセージブローカーのエンジンはエンタープライズのお客様で幅広く実績のあるアパッチアクティブ MQ を採用していますアクティブ MQ を採用することで Q やトピック分散トランザクションなどアクティブ MQ が提供する豊富なメッセージング機能をご利用いただくことが可能ですまた 少ない遅延と高い耐久性を実現するよう設計されており複数のアベイラビリティゾーンにまたがる冗長構成をとることが可能ですさらに JMS や AMQP など業界標準の API やプロトコルに対応しているため既存のアプリケーションを大きく変えることなく利用することができます トラディショナルな既存のアプリケーションへ接続を容易に実現するためには API の互換性を維持することが求められます。このために AmazonMQ は非常に人気のあるオープンソースソリューションである Apache ActiveMQ を中心にデザインされています。ActiveMQ はここに挙げておりますように多くの業界標準の API やプロトコルをサポートしています。 Java におけるメッセージブローカーとの標準インターフェースである JMS.NET アプリケーションにおける JMS に相当する NMS 比較的新しいのですが ISO 標準となったことで急速に支持を広げている a d v a n c e d m e s s a g e u e i n プロトコルまたは AMQP その他にも IoT 領域で利用されている MQTT や WebSocket ストンプなどもサポートしていますこれら幅広いテクノロジーへの対応によって現在皆さんがお使いのテクノロジーからマネージドサービスへの移行の負担が和らぐ可能性がありますメッセージングサービスにおいてしばし重要視されるポイントとしてメッセージをロストしないことが挙げられます SQS や SNS を利用できなかったがために、クラウド上に独自のメッセージブローカーを構成し、運用されているというお客様からは、クラウド上で可用性と上調性を持ったメッセージブローカーを構成するのが難しいといったような課題を伺うことがあります。Amazon MQ は可用性と耐久性を実現できるように設計されています。アクティブスタンバイモデルでは、 複数のアベイラビリティゾーンにブローカーが分散配置されるため万が一アベイラビリティゾーンレベルの障害が発生してもスタンバイがテイクオーバーすることが可能です。また Amazon MQ のメッセージストアでは各メッセージは複数のアベイラビリティゾーンに冗長的に保存されるためスタンバイブローカーが単純にテイクオーバーすることで永続メッセージを即座にテイクオーバー先で利用可能になります。 また RDS 等と同様に開発やテストの用途に適した単一インスタンスのブローカーも選択いただけますメッセージブローカーではセキュリティも重要な要素ですアマゾン MQ は多くのエンタープライズシステムで必要とされるセキュリティ基準を満たすように設計されています 通信経路上のデータは TLS で暗号化され、また保管データはサービスによって管理されたキーによって暗号化が行われます。また VPC に対応しているため、プライベートなネットワークにブローカーをデプロイすることができます。もちろん設定によってパブリックネットワークからのアクセスを受け付けるように構成することも可能です。 多くの AWS サービスと同様にセキュリティグループにも対応しているため、ブローカーでのネットワークレベルの接続可能性をインバウンド、アウトバウンドともに制御することができます。Amazon MQ はアクティブ MQ に対して追加のモニタリング機能も提供します。クラウドウォッチメトリックスと統合されているため、 CPU 使用率やメモリ使用率をはじめとした各ブローカーのリソース関連のメトリックスや Q の深さやトピックへのサブスクライバーの数を含めた Q やトピックごとのメトリックスを取得することができます。また、クラウドウォッチの機能を用いて条件によってアラートを発砲させるよう構成することも可能ですし、オートスケーリングと連動することで、例えば Q の深さ等の条件に メッセージ滞留時にはコンシューマーのフリートを自動的にスケールさせるというようなことも可能です。続いて AmazonMQ における各構成要素を見ていきましょう。ここではまず AmazonMQ でご利用いただける a p a c h e a c t i v e m q の要素から主なものをピックアップしてご紹介しその後に AmazonMQ 固有の要素をご紹介します。 ご参考までに本港構成要素のご説明ではアクティブ MQ 全般の要素と AmazonMQ に固有の要素を識別できるよう画面右上にタグを掲載しております AmazonMQ がサポートしている a p a c h e ActiveMQ は多様な連携パターンをサポートするオープンソースなメッセージブローカーです ActiveMQ は Apatch ソフトウェアライセンスバージョン2.0に基づいて公開されており プロジェクトは大きく実績のあるアクティブ MQ5 と開発が継続されている次世代のアクティブ MQ アルテミスに分かれていますが Amazon MQ はアクティブ,ブ MQ5 をサポートしていますアクティブ MQ は Java で実装されており GMS、REST、WebSocket のインターフェースを提供しています g m s 1 1 j s e 1 4をフルサポートしており障害発生時にメッセージを保全することができる永続メッセージや複数のリソースにわたって一貫性のあるトランザクションを実現する XA また分散トランザクションメッセージング基盤上で同期的な連携を実現するリクエストリプライ またクライアント側で取得メッセージを制御するメッセージセレクターなどを利用することができます。Java、C、C++、C シャープをはじめ多様な言語から接続可能で ActiveMQ のウェブサイトでは各言語のクライアント用ライブラリやサンプルコードへのリンクも掲載されています。 Amazon MQ を介してシステムがメッセージを送受信する際には Q と呼ばれる送信先を使用します。Q を使用することでポイント p ポイントで信頼性のあるメッセージングを実現することが可能になります。まず、プロデューサーが送信したメッセージは Q に一時的に保存されます。この時、直接の送信先は Q になるため、プロデューサーは コンシューマーの状態を意識する必要がありませんコンシューマーはメッセージの処理上準備が整ったタイミングで Q に接続しメッセージを取得します一つのメッセージを取得できるのは一つのコンシューマーのみです Amazon MQ ではメッセージが Q に到達した順番で処理されるように制御する順序性または FIFO ファーストインファーストアウトや単一のメッセージを正確に一度だけコンシューマーによって処理させることを保証するワンスアンマゾン,ン MQ ではメッセージを仲介するための送信先として Q のほかにトピックを使用することもできます。 トピックを使用すると、いわゆるパブリッシュサブスクライブモデルを利用して、同一メッセージを複数の送信先へ送達することが可能になります。プロデューサーは各メッセージをトピックに送信しますが、この際、トピックの先にあるクライアントの状態や数などを意識する必要はありません。コンシューマーはトピックにサブスクライブしておくことで、 サブスクライブ中にプロデューサーによって送信されたメッセージを取得することが可能ですまた永続サブスクリプションを利用すると回線の切断などによって一時的にメッセージを受信することができなくなったとしても再接続時に切断中のメッセージを取得することが可能になりますアクティブ MQ では Q やトピックのような物理的な送信先のほかに、より高度なユースケースを実現するための仮想送信先として、複合送信先と仮想トピックといったものを利用することができます。ここにあります複合送信先は、一括して複数の Q やトピックに対してメッセージを送りたい場合に利用することができます。 複合送信先としてあらかじめ旧やトピックを関連づけておくことで複合送信先に送られたメッセージを複数の物理的な旧やトピックにフォワードすることが可能になります。プロデューサーからの接続時に送信先を複数列挙するといった形で実現することも可能です。 仮想トピックはトピックの柔軟性と Q の拡張性を両立できる概念です。仮想トピックはプロデューサーからは通常のトピックを利用するのと同様に操作することができます。同様にコンシューマーは仮想トピックの宛先となる Q からメッセージを取得することができます。仮想トピックへ送られたメッセージは あらかじめ定められた命名規約に基づいて対応する q へ送られるため複合送信先の場合と異なり静的なルーティング定義を行う必要はありませんさらに送信先 q は複数のコンシューマーからアクセスさせることも可能ですこのページの下の図の例では仮想トピック T1 へ送られたメッセージがコンシューマー C1 C2 の q にそれぞれ転送されています 仮想サブスクリプションでも同じような構成は取れるのですが、JMS の、あ失礼しました、永続サブスクリプションでも同じような構成が取れるのですが、JMS の使用上、永続サブスクリプションは単一のクライアントのみが同時に接続できるという制約があり、コンシューマー側をスケールさせようと思ったときに、それを実現することが困難です。それに対して、ここにあるように仮想トピックを利用した場合、Q に届いたメッセージを、 あくまで Q ですので、複数のコンシューマーから取得することができるため、コンシューマー側を容易にスケールさせることが可能になります。ActiveMQ では、クライアントとブローカーの間の接続の信頼性を確保する方法として、フェイルオーバートランスポートといったものを利用できます。 フェイルオーバートランスポートでは、クライアントの接続先指定時に複数のエンドポイントを列挙することが可能です。デフォルトでは、列挙されたエントリーからランダムに選択された接続に対して、まず接続が試行され、失敗した場合には、改めてリストからエンドポイントを選択します。また、障害などのケースでブローカーとの接続が切断された場合にも、設定された他の接続先へフェイルオーバーすることで、 ブロア z o n MQ ではメッセージの配信タイミングを制御する機構としてスケジュールメッセージといったものを利用することができますスケジュールメッセージを利用するとプロデューサーからメッセージを送信する際に初期遅延送信間隔 送信回数などといったことを指定することができますまたさらに空論表記によるスケジュール定義にも対応していますスケジュールメッセージはブローカーのスケジューラーサポートという属性を有効化することで利用可能になりますアクティブ MQ において Q やトピックといったリソースへのアクセス アクセス権限管理には認可マップをご利用いただけます。認可マップを利用することで各リソースに対してメッセージの読み取り、書き込み、および動的なリソース作成の権限を与えることができます。また権限を与えるリソースを指定する際にはワイルドカードを用いることもできます。 Amazon MQ ではより高度なメッセージング要件を実現するための機能として複数のブローカーを組み合わせてネットワークを構成することができます。ネットワークに参加する各ブローカーはネットワークコネクタというものを使用して相互に接続されます。ネットワークを利用するユースケースとしては例えば追加のブローカーインスタンスを足すことでソースループと それから最大のクライアント接続数などを拡張したりまた前述のフェイルオーバートランスポートを使用してクライアントが複数のアクティブなブローカーインスタンスを識別できるようにすることで可用性を向上さ,れるさせるといったことがありますメッセージング要件に応じてコンセントレータ型ハブスポーク型メッシュ型など様々なトポロジーを構成することが可能です このあといくつかの代表的なトポロジーをご紹介します。最初にご紹介するブローカーネットワークトポロジーはメッシュトポロジーです。トポロジーとしてはある意味最も素直なもので複数のブローカーが相互に直接メッセージを交換できるようにブローカー間をメッシュ上に接続します。 ブローカーのネットワーク内では、クライアントの接続状況に応じて自動的にメッセージがルーティングされます。このようなトポロジーは、ネットワーク的にシステム間で各ネットワークごとにブローカーを配置して利用する場合等に使われます。例えば、この例では、ブローカー1がクライアントからメッセージを受け取ると、他のブローカーのうち、 対象の送信先に接続されたコンシューマーこういったものが存在するブローカーを自動的に認識し適切にメッセージをフォワードしてくれます。こちらの設定のサンプルは右のネットワークを構成する設定例を表したものです。ブローカー1上でブローカー2とブローカー3それぞれ接続定義を行っており 加えてブローカーを接続するネットワークコネクタの定義は各ブローカーから直接接続されるブローカーを指定するためメッシュ上にネットワークを構成するためにはこの例では少なくとも2つ,2つのブローカーで設定が必要となります。 こういった設定の数はメッシュ型のトポロジーの場合ブローカーのノードの数が増えていくに従って爆発的に増加するといった可能性があります。続いての例はハブスポーク型のトポロジーです。右の図ではブローカー1を中心として5つのブローカーがネットワークとして構成されています。 ハブアンドスポークでは設定や通信経路がハブに集約されるためブローカーの数が増えても接続数をメンテナンスしやすいという特徴がありますこちらの例ではハブとなるブローカー1の上にブローカー2から5全てのブローカーとの接続定義が集約されている様子をご覧いただけますただしこちらのトポロジーではハブとなるブローカー1には高いサービスレベルが求められるという点にはご留意ください 続いて、コンセントレータト,トポロジーをご紹介します。コンセントレータト,トポロジーを利用すると、大量のクライアントからの同時接続を受け付けることが可能になります。こちらの例では、サービスを提供するブローカーが最上段に位置しており、大量のクライアントからの接続を必要としています。各ブローカーには、クライアントからの同時接続数の制限が存在するため、 クライアントからの接続を専用に受け付けるブローカーを下段に用意しこちらをスケールさせることでより多くのクライアントからの同時接続要求に柔軟に対応できるようになりますまたクライアント接続用のブローカーをクライアントの運用要件に合わせて用意することでクライアントが自分の運用要件に合わせたブローカーを選んで接続するといった運用も考えられます このページ以降のご説明は Amazon MQ に固有な要素を持つトピックに移ってまいります。Amazon MQ では CLI や Web コンソールからブローカーを起動することができます。Amazon MQ のブローカーは複数バージョンのメッセージブローカーエンジンをサポートしており、用途に応じて複数のインスタンスタイプをお選びいただけます。 またデプロイタイプとして単一ブローカーおよびマルチアウェイラビリティゾーンに分散配置されたアクティブスタンバイブローカーを選択できます。ブローカーが起動すると起動時に指定した VPC サブネット内にブローカー専用の ENI が作成されますがこの際パブリック接続可能と設定された場合には ENI に対してパブリック IP がアサインされます。 Amazon MQ ブローカーはセキュリティグループによってネットワーク層のアクセス制御が可能なほか接続時のログインユーザーや認可マップによるユーザーローリグに基づく権限制御も可能です。現在作成済みのブローカーに対してセキュリティグループのアサイン変更を含むネットワーク設定の変更が必要な場合ブローカーを再作成する必要がありますのでご注意ください。 Amazon MQ がサポートするブローカーエンジンはこちらになります。Apache Active MQ 5K が提供され5.15.9が推奨となります。こちらは Amazon MQ ブローカーでご利用いただけるインスタンスタイプの一覧です。ワークロードに応じた複数のインスタンスタイプからお選びいただけます。 この中で MQT2 マイクロ、最上段のものについては無料利用枠の対象となる主に評価用のインスタンスタイプとなります。また一番下段にあります MQM4 ラージ。こちらは既存のブローカーとの互換性のために提供されているブローカーで、新規にセットアップされる場合には MQM5 系の利用をお勧めいたします。 続いてブローカーのデプロイモードについてご紹介いたします。Amazon MQ のブローカーは単一インスタンスまたはアクティブスタンバイでデプロイすることが可能です。単一インスタンスブローカーは1アベイラビリティゾーン1ブローカーのシンプルな構成で、主に開発やテスト用途に向く構成となります。 先ほどもありましたとおり、単一インスタンスブローカーを無償利用枠の対象となりますが、サービスレベルアグリメント、SLA は提供されません。また、単一インスタンスブローカーで構成した場合、現時点では作成済みのブローカーのデプロイモードを変更するという場合にはブローカーの再作成が必要になりますのでご注意ください。 続いてアクティブスタンバイブローカーのご紹介です。アクティブスタンバイブローカーは2つのアベイラビリティゾーンに分散配置される効果要請に対応した構成です。各プロトコルやアクティブ m q ウェブコンソールのエンドポイントはアクティブインスタンス側のみがご利用可能です。障害発生時には自動的にスタンバイ側へテイクオーバーしますが、 この際にアプリケーションは、前述した、前述したフェイローバートランスポート、こちらを利用いただくことで、稼働中のエンドポイントに対して接続を普及することができます。アクティブスタンバイブローカーは、SLA の対象となります。また、先ほどブローカーネットワークについてもご紹介させていただきましたが、タイツインスタンスブローカー、 アクティブスタンバイブローカーともにネットワーク上のブローカーとして組み込むことが可能で単一インスタンスブローカーとアクティブスタンバイブローカーの、えー、が両方ともブローカーネットワークの中に混在するといった構成も可能です続いてアクティブ m q ウェブコンソールです AmazonMQ では Q やトピックなどアクティブ MQ の管理操作を行うために ActiveMQ の Web コンソールをご利用いただけます。AWS マネジメントコンソール上でブローカーの接続情報から ActiveMQ Web コンソールへアクセスするための URL を確認いただくことが可能です。アクティブスタンバイブローカーの場合は、2つの URL が表示されますが、実際にアクセス可能なのはその時点でアクティブとなっているブローカーの URL のみです。 アクティブ MQ ウェブコンソールへのログインにはブローカー作成時に指定したユーザー名とパスワードを使用します注意点としましてはブローカー作成時にパブリックアクセスを許可しないように設定した場合別途踏み台サーバーやプロキシ VPN など VPC のプライベートアドレス空間へアクセスするための経路確保が必要となりますのでご注意ください 続いて、ActiveMQ では、ActiveMQ.xml というファイルに、ブローカーの設定を記載するという形で構成を行います。AmazonMQ の場合、ActiveMQ.xml に類似する概念として、ブローカーの挙動を設定といった要素に定義していきます。設定には、ActiveMQ.xml で定義可能なオプションのサブセットを記述でき、 公式ドキュメント上でエンジンの各バージョンによって XML スキーマが提供されています。設定は AWS マネジメントコンソールから直接編集できるほか CLI からのアップロードも可能です。また更新時にはリビジョンが作成され変更履歴の追跡やロールバックが可能となっております。なお現在一度作成された設定を削除する方法はございません。 こちらでは AmazonMQ で許容される設定オプションの一部をご紹介しています。時間の都合で一つ一つはご紹介いたしませんが、詳細についてはドキュメント等々でご確認ください。AmazonMQ では、ブローカーの Q やトピックへアクセスする主体をユーザーとして定義することができます。この認証機能は、 アクティブ MQ のシンプルオーセンティケーションプラグインを利用しており、AWS マネジメントコンソールからユーザーやグループを定義することが可能です。現在、ユーザー名とパスワードによる認証が可能ですが、例えばクライアント証明書による認証や、Java の認証および許可サービスである j a s といったプラグインには対応しておりません。 ブローカーに適用する設定のリビジョンや、えー、ユーザー情報への変更を反映させるためには、ブローカーのリブートが必要です。設定のリビジョンやアクティブ m q ユーザーへの変更は即座には適用されず、変更時に次回のスケジュールされたメンテナンスウィンドウでの適用か、もしくは即時適用するかというものを選択することができます。 適用にはブローカーのリブートを伴いますがメンテナンスウィンドウを選択した場合であってもウィンドウまでにリブートが発生すると変更が適用されてしまうという点にはご留意くださいブローカー作成時にはメンテナンスウィンドウを指定することができますメンテナンスウィンドウは毎週指定された曜日の指定された開始時刻より2時間設定され 主に設定変更の適用やブローカーへのパッチ適用などが行われる可能性があります。現在、メンテナンスウィンドウを変更するにはブローカーの再作成が必要となりますのでご注意ください。続いてモニタリングです。AmazonMQ は Amazon CloudWatch と統合されており、Q やトピックのメトリックスとして 送受信したメッセージ数や、えー、接続されているクライアントの数、Q の深さなどを取得することができます。また、ブローカーのメトリックスとして CPU 使用率やネットワーク使用率が取得できるほか、クラウドウォッチアラームと連動して各種イベントを通知することが可能です。AmazonMQ は AWS Cloud Trail とも統合されています。 Amazon MQ コンソールや Amazon MQAPI を含む Amazon MQ ブローカーと設定に関する API コールをイベントとしてキャプチャーすることが可能です。AWS Cloud Trail はメッセージの送受信をはじめとする ActiveMQ 上のオペレーション、こういったものを捕捉することはできません。ですので、ActiveMQ のオペレーションに関する情報をログに記録するためには 一般ログや監査ログこういったものを Amazon CloudWatch Logs に対して発行するよう AmazonMQ を設定する必要があります。ブロッカー上で ActiveMQAdvisoryTopics を有効にするとクライアントの接続や切断ネットワークコネクターに関する状態の変化などをイベントとして取得することが可能になります。 また、アパッチアクティブ MQ 統計プラグインを利用すると、ブローカーや送信先に関する統計情報を取得することが可能です。いずれも Q やトピックへサブスクライブすることで、任意の JMS アプリケーションからプログラム的に統計情報へアクセスすることが可能です。なお、現在 Java の管理標準である JMX はサポートされておりません。 続いて AmazonMQ のユースケースをご紹介させていただきます。多くのお客様ではこれまでオンプレミスで慣れ親しんだメッセージングというテクノロジーをクラウド上でも利用したいと考えられています。しかしながらオンプレミスで運用していたメッセージ指向ミドルウェアをそのままクラウドに持ち込んだ場合、物理サーバーの管理オーバーヘッドからは解放されるものの 依然として高額なライセンス料が必要であったりまた新たな基盤上で公開要請構成を改めて設計する必要があったりまた既存の運用スタッフのクラウドへの適合が必要であったりといった課題が残ります AmazonMQ を利用されているお客様の一部は独自に管理されている ActiveMQ や RabbitMQ また場合によっては IBM MQ のような商用メッセージ試向ミドルウェアの代替として Amazon MQ を採用されています。これらのお客様ではライセンスから開放されるだけでなく、クラウド上での可用性設計やミドルウェアの運用まで含めてオフロードし、マネージドサービスのメリットを取り入れていただいています。 アプリケーションの実装はセンサ別であるため一概に扱うのは難しいのですが、ここでは参考までにアパッチトムキャット上で JMS アプリケーションを稼働していった場合にメッセージブローカーを商用の IBM MQ からアパッチ MQ に、えー、Amazon MQ に置き換える際の変更例を取り上げています。JMS を素直に実装している場合、 メッセージブローカーに固有の要素は標準インターフェースによって隠蔽されるためアプリケーションコードへの修正は限定されますこの例では Java コードには一切の変更が発生しておりません通常 JMDI などによってリソース定義を行いますので TOMCAT のコンテキスト XML のような設定ファイルにおいてリソースにアクセスするためのクラス名などのパラメータを もともと設定されていた AmazonMQ に、えー、IBMMQ に向かうものから AmazonMQ に接続されるするためのものに変更するだけで、えー、接続先を切り替えることができる可能性があります AmazonMQ のもう一つのユースケースとしては AmazonMQ がサポートする標準プロトコルを活用してオンプレミスの既存のメッセージブローカーと クラウド上のアプリケーションとのブリッジとして AmazonMQ を利用する場合です。AmazonMQ がオンプレミスのブローカーとの接続性を提供することで、オンプレミスのシステム群から一部を切り出してクラウドを移行するといったことが実現しやすくなります。一旦クラウドにシステムを移行した後に段階的にリファクタリングを行うことで、 個々のシステムをよりスムーズに周辺への依存性を極小化しながらクラウド環境へ最適化を図っていくといったことができます実際に AmazonMQ を適用されたお客様の状況をいくつかご紹介しますとある大規模な製造事業者様ではこれまでオンプレミスで商用のメッセージ指向ミドルウェアを利用されており 500K ドラのライセンスを更新を迎えるタイミングでオンプレミスから AWS のリフトシフトを行われましたコストとオーバーヘッド削減のためにマネージドサービスへの移行を希望されていたのですがすべてのアプリケーションを書き換えるだけのリソースを確保するといったことは困難という需要がございました続いて中規模な出版事業者様では クラウドへの移行開始に伴い、最初に3つのアプリケーションをクラウドへ移行しようと試みました。すべてのアプリケーションはオンプレミスの商用ブローカー経由で接続されていたため、オンプレミスとクラウド上のアプリケーションをブリッジするためには、標準インターフェースで既存のブローカーと接続可能なメッセージブローカーがクラウド上に必要となりました。 グローバルの IT 組織を持つ Fortune500 の企業様では自ら管理運用するメッセージング基盤を所有しておりアプリケーションチームは標準化された API この場合は JMS だったんですけれどもによってこの基盤を利用していました既存のシステムをマネージドサービスに置き換えることで運用のオーバーヘッドを削減しつつアプリケーションの書き直しを避けるためにアプリケーションへのインターフェースの互換性これを保つ必要がありました こういった事情を持たれる企業様でアマゾン MQ の適用を決定いただいたということになります。続いてアマゾン MQ をご利用いただくにあたってのベストプラクティスをいくつかご紹介いたします。 この後ご紹介するベストプラクティスにつきましては、すべてマニュアル上にも記載がございますので、詳細についてはそちらも併せてご参照ください。セキュリティのベストプラクティスといたしましては、まず1つ目、パブリックアクセシビリティのないブローカーを選択するといったものがございます。 クローカーを作成する際にパブリックアクセス不可といった形で指定をいただきますとパブリック IP がアサインされないため単純に攻撃にさらされるリスクといったものが提言いたします。また2つ目 TLS の保管としてクライアント側の暗号化を使用するということで AmazonMQ 自体は通信経路の暗号化 それからストレージの暗号化といったことは行っているんですが、さらなるセキュリティのレベルを求めるお客様については、MQ 上にプットするメッセージ自体を、例えば AWS Encryption SDK 等を使ってアプリケーションレベルで暗号化するといったことをご検討いただいています。三つ目、認可マップを設定する。こちらは AmazonMQ のデフォルトの状態では、 先ほどご説明させていただきました認可マップというものが設定がございません。ですので、す、え、べ、ー、てのユーザーがすべての Q やトピックというものにアクセスできる状態になってしまっています。必ず適切な権限を認可マップで設定するようにお願いいたします。 また認可マップを設定する際に次の項目としましてシステムグループ、こちらを設定していただきたいです。このシステムグループというのは a c t i v e MQ-WebConsole というグループになるんですけれどもこちらを割り当てていただくと a c t i v e MQ WebConsole 先ほどご紹介させていただいた Q やトピックを管理する WebConsole から実際にそれらのリソースを制御することができるようになります。 また当たり前なんですけれども VPC セキュリティグループ、えー、こちらを利用いただいて、えー、不要なプロトコルをブロックするといったことも、えー、必ず行っていただくようにお願いいたします続きまして接続性に関するベストプラクティスです一つ目が最も重要なポイントなんですが、えー、AmazonMQ の ElasticNetworkInterfaceENI は変更または削除はしないでください ENI は AmazonMQ のサービスによって管理されておりまして、誤って削除した場合、現時点ではブローカーの再作成からやり直していただく必要があります。二つ目、接続プールを使用するということで、ActiveMQ は接続をプールするようなクラス群、ライブラリを提供しています。 でですので例えばメッセージのプロデューサーから複数のメッセージを連続してプットするようなユースケースにおいてはこういったプーリングできるような仕組みを使っていただくことでコネクションを再利用して接続を効率化するということが可能です。また、フェイルオーバートランスポートこちらを利用することで効果要請のブローカーの機能をフルに活用できますのでフェイルオーバートランスポートを極力使用してください。 こちらはあの次のメッセージセレクターを使用しないというものについてはベストプラクティスとしては記載がありますが、えーまあ、アプリケーションの要件によって、えー、適宜選定いただければと思います一般的にはメッセージセレクターを使用する場合コンシューマー側にルーティングを任せるというようなモデルにはなりますのでプロデューサーとの結合度が上がりがちにはなります 続いて、永続サブスクリプションよりも仮想送信先を選択するということで、まあ、先ほどあの仮想トピックのところでもご紹介させていただきましたが、永続サブスクリプションを使用してしまいますと、JMS の使用によって接続できるコンシューマーが一つに限定されてしまいます。ですので、仮想トピックを利用いただくことで、コンシューマーが複数同一数級に対して接続できるようになり、バックエンドのスケールが行いやすくなると。 形になりますす続いてパフォーマンスですコンシューマーが低速の場合コンカレントストアンドディスパッチキューズ属性をフォルスにするとこれ何を言っているかといいますとコンシューマーが低速というのはメッセージのインプットに対してそのスピードにコンシューマーが追いつけない場合。 要は、Q、えー、に継続的にメッセージが対流、まあ、していくような、あの、そういうユースケースを言っております。で、このコンカレントスタンドディスパッチ Qs という、えー、パッチ、<laughs> アクティブ MQ の、えー、属性なんですけれども、こちらを true にするとですね、ブ、えー、ロッカーの動作としましては、コンシューマーが高速な場合、要は、毎、まあ、回、あの、 ページに対してメッセーージジにに対対ししてててを書き込ままななくて良いような動作に対して最適化されますでそれに伴ってファイルシステムの書き込みが最適化されず都度シーケンシャルに行われるような規模になるものですからコンシューマーが低速で頻繁にファイルシステムの書き込みがある場合はこちらをフォルスにしていただくというのが推奨になります。 て最良なスループットのための正しいブローカーインスタンスタイプを選択するということで一般的に EC2 のような仮想サーバーですとインスタンスのサイズを大きくしていくとスループットが上がるという傾向はあるんですがメッセージブローカーのようなものですと必ずしもインスタンスタイプを大きくすればスループットが上がるとは限りません。 具体的には、ストレージに大量の書き込みが発生しているようなユースケースでは、インスタンスタイプを大きくして、CPU だったりメモリーに余裕を持たせたところで、それほど期待するほどにスループットが向上しないというケースがございます。逆にここに挙げられております3つのユースケースでは、インスタンスタイプを拡大することでスループットを稼ぎやすいという形になります。 一つ目は非永続メッセージを利用する場合で、これはそもそもファイルシステムに対する書き込みがほぼ発生しませんので、インスタンスタイプを大きくすることでスループと稼ぐことが容易です。また、同じ理由でコンシューマーが高速であり、QA のメッセージの対流がほぼない場合ですね、こういったところもインスタンスタイプを大きくすることでスループと向上しやすいユスケースになります。 またバッチトランザクションのような形で一度の処理で複数のメッセージを取得してでまとめて処理するようなバルクで処理するようなユースケースもインスタンスタイプの大きさの恩恵を受けやすいです続いてブローカーのネットワークを正しく設定するというところでブローカーのネットワークを利用する場合必ず永続メッセージを利用してください メッセージが永続されない場合各メッセージがメモリ上で処理されるわけなんですがブローカーネットワークの中では各個々のブローカーはそれぞれメッセージのプロデューサーでありコンシューマーになります自分自身が受け取ったメッセージをネットワークの次のブローカーにハンドオーバーしたタイミングでもともと持っていたメッセージは削除されてしまいますのでそのタイミングタイミングでメッセージを持っているブローカーが 何かかししららの理由で落ちてしままううと、と永続メメッッセセーージジががないい場合はメッセージがロストすす。るという可能性がありますそれからブローカーのアドバイザリーメッセージを無効化しないというのはこれはブローカーのネットワークの中で内部的に各ブローカーのアドバイザリーメッセージを利用して経路の最適化であったりとかネットワークの再構成といったところを行っているというところから,こちらは無効化をしないでください。 また、マルチキャストブローカーディスカバリー。こちらについては、純粋に AmazonMQ がサポートしておりませんので、有効にしないようにお願いいたします。 パフォーマンスの最後のポイント、えー、プリペアド状態のエクセトランザクションを普及してくださいというところで、えー、分散トランザクションを利用している場合に、まあ、トランザクションの途中で何かしらの理由で Q が、えー、落ちてしまったりするとですね、えー、トランザクションマネージャーにプリペアドという状態で、えー、トランザクションが残ってしまうという状態があります。AmazonMQ としましては、プリペアードの トランザクションがある状態で再起動がかかると、もう一度そのトランザクションを実行しようと試みてしまうため、これが蓄積するとですね、再起動が遅くなっていくということが起きます。ですので、適宜トランザクションマネージャーを利用いただいて、プリペアド状態にあるトランザクションについては復旧していただくというところをお願いいたします。 はい。えっと、その他の項目について、順に触れていきたいと思います。一つ目はリージョンですね。Amazon MQ は東京リージョンを含む14のリージョンでご利用いただくことが可能となっております。続いて、コンプライアンスです。Amazon MQ は2018年から順次コンプライアンスの対応というのの発表を行ってきております。現在のところ、PS TCI DSS 準拠していたり9001 27001をはじめとする ISO の各種認証といったところにも対応しておりますまた SOC のレポート1 2 3出させていただいているのとあとはヘルスケア系のあの標準であります HIPAA こちらにも適合しております 続いてサービスレベルアグリメントです。先ほどもありました通り、Amazon MQ のサービスレベルアグリメントは、アクティブスタンバイメッセージブローカーに対してのみ提供されます。99.9%の月間稼働率で利用可能となるように、商業上合理的な努力を行うといったものです。Amazon MQ がサービスコミットメントを満たさない場合、 サービスクレジットを受け取る資格が発生いたしま,すまた現在サービスレベルアグリメントは AmazonMQ を利用できる全てのリージョンが対象となっております。続いて AmazonMQ の主な制限です。 こちらも時間の都合で、個々の項目については触れませんが、重要な要素としまして、接続数、それからブローカーあたりのストレージ容量、こういったところについては、MQT2 マイクロ、こちらの一番小さな検証用とご紹介したインスタンスタイプのみ、値が小さくなっておりますので、ご認識いただければと思います。 続きまして料金です。Amazon MQ の料金は主にブローカーインスタンスの料金とストレージの料金からなります。ブローカーインスタンスの料金につきましては、ブローカーのインスタンスタイプ、それから選択するブローカーのデプロイモデル、単一ブローカーなのか、アクティブスタンバイブローカーなのかによって変わってまいります。 で、メッセージブローカーの使用量に基づいて、時間単位での課金となります。例えば、MQM5 ラージ、こちらのインスタンスをアクティブスタンバイでご利用いただいた場合、東京リージョンで1時間あたり 0.744US ドルといった形になります。ブローカーストレージの料金については、 月単位で平均のストレージ使用量に基づいた課金となります。計算式といたしましては、時間単位の使用ギガバイト数をすべ、えー、て加算した値ですね。これを月の使用時間数で割って算出いたします。この計算式の結果がギガバイトマンスという単位で表されまして、このギガバイトマンスあたり 0.36US ドルという形になります。 その他、データ転送料金については、同じリージョンの可用性ゾーンでブローカー間で転送されるトラフィック。これに対して 0.01US ドルパーギガバイト。こちらのチャリが発生いたします。また、通常の EC2 の料金体験にともな、あの、乗っ取りまして、各リージョン間の通信だったりとか、AWS のネットワーク外への通信に対して転送料金が発生いたします。 AWS の無料利用枠に関しましては、1年間にわたり毎月単一インスタンスの MQT2 マイクロ、こちらのブローカーを1ヶ月あたり750時間、ストレージを最大 1GB ご利用いただくことができます。お客様からよくいただくご質問で、AmazonMQ と AmazonSQS、SNS と ようなサービスとの使い分けといったものがございます基本的に Amazon SQS SNS についてはクラウドネイティブなアプリケーションに向けたサービスという形です利用もシンプルですしほぼ無制限のスループトを実現することができるまたフルマネージドという形でいちいちお客様の側で例えばインスタンスタイプを選択いただかないとキャパシティを制御できないといったことはございません 対しまして Amazon MQ の方は、主にはアプリケーション以降の用途でご利用いただくのに適したサービスです。既存のテクノロジーと API の互換性がございますし、Active MQ を利用した豊富なメッセージング機能。また、インスタンスサイズであったりとか、ストレージの制約は受けるものの、メッセージサイズについては、論理的には無制限であったり。 あとは、メッセージ保持期間についても、ストレージによる3位で無制限という形になります。ただし、スケーラビリティ、まあ、ブローカーネットワークを組むことで、ある程度スケールさせることはできるものの、SQS や SNS ほどのスケーラビリティは実現できませんし、あくまでマネージャーインフラストラクチャーという形で、インスタンス等々をお客様が意識して運用いただく必要はございます。 まとめになります。Amazon MQ の主な利点ですが、最小のコード変更でオーバーヘッドやコスト、こういったものを削減していくことができます。レガシーなブローカーを管理するためのオーバーヘッドが不要になり、高価な商用ライセンスも不要になります。また、クラウド移行とアプリケーションのモダナイゼーションを加速するといったことも可能で、 オンプレミスとクラウドを接続し、ハイブリッドなメッセージングアーキテクチャを実現することができます。また、個々のアプリケーションが AWS 利用、AWS の利点を活用できるよう、移行やリファクターといったものを支援することもできます。フル機能、かつキュは高耐久高可用性ということで、必要に応じて、こういった特性を持ったメッセージブローカーを即座にクラウド上にデプロイすることができます。 また監視クリアを中心としまして AWS の各種サービスとも統合されているという形です参考情報ですが、えー、追加の情報を探される場合はですね、まず Amazon MQ の公式サイトこちらをご覧いただければと思いますまた Amazon MQ のフォーラムもございますのでご質問等々ある方はこちらもぜひご活用ください